エマソンエレクトリックは、米国ミズーリ州セントルイスのファーガソンに本社を置く、世界有数の多国籍企業である。エマソンは、フォーチュングローバル500にランキングされる会社であり、産業分野、商業分野、一般顧客向けなどの幅広い市場に対して、エンジニアリングサービスを提供している、米国を代表するコングロマリットの一社である。60を超える独立した。 事業部隊が独自の経営スタイルを保ちながらも一つのアイデンティティの元に集結した集合体企業である。2015年現在約11万5000人の従業員を有し世界150カ国において事業を展開をしている。また、一株あたり配当が58年連続で増加し続けている数少ない上場企業の一つ。 エマソンの60を超える独立した事業部隊が提供する製品、ソリューション、サービスは以下5つの事業分野のもと行われている。エマソンは米南北戦争の退役軍人であったジョンウェズレー・エマーソンによって1890年に設立されたエマーソン・エレクトリック・マニュファクチャリングを起源とする。エマーソン・エレクトリック・マニュファクチャリングでは スコットランド生まれのチャールズ・メストンとアレクサンドル、メストンの兄弟が所有していた特許を使用して電気モーターを製造していた。1892年には電気扇風機を全米で初めて売り出すこととなった。その後、電気ミシンや電気シカドリル、電動工具などの製品へと広げていった。第二次世界大戦中のエマソンは、スチュアート・サイミントンのリーダーシップのもと、 世界最大級の空軍装備品メーカーとなった。1947年から50年にかけて、サイミントーンはトリューマン政権下で初代の空軍長官となり、ベルリン封鎖における空輸作戦の実施や空軍主管学校の設立などに尽力した。1953年から1976年に、米国水売り終戦室の上院議員となった。 1954年に WR バックパーソンズが社長に就任。エマソンはパーソンのリーダーシップのもと36社を M&A し、ビジネス領域を広げていくこととなる。パーソンズが退任した1973年には82の製造拠点、3万1000人の従業員、そして8億ドルの売上に成長していた。チャールズ F ・ナイトは、 1973年から2000年の間 CEO を務め、1974年から2004年の間会長を務めた。ナイトの在籍期間は厳格なコーポレートプランニングプロセスの策定、新製品や新技術の開発、買収や合弁、そして内部成長に注力をした。ナイトの後を継ぎ、デビッド・エルファーは2000年から CEO を、2004年から会長となった。 日本においては、エマソンエレクトリックの100%出資で、日本エマソン株式会社、日本アスコ株式会社、アボセントジャパン株式会社が事業を展開している。また、合弁事業としては、日本フィッツシア株式会社及びエンベデッド、コンピューティングパワージャパン株式会社が事業を行っている。なお、株式会社ツバ基本知恵インとの合弁出資会社であった。 株式会社椿エマソンは、エマソンエレクトリックの保有株式が、椿本自営員に売却され、合弁関係を解消。エマソンが、米国外で、初めて合弁事業を行ったのが日本であり、現在でも大切なパートナーである。現在日本では、12の分野で事業を展開している。日本エマソンは、1961年に、 フューサイト株式会社として設立され、1974年に現社名に変更した。旧の事業部がある。日本エマソンのページも参照。ASCO は1888年にアメリカで創業した電磁弁のメーカーである。日本アスコはアスコグループの日本法人として1970年に設立。アスコの電磁弁は電力、ガス、石油化学、 医療分野、その他一般産業機械など幅広い分野にて使用されている。アバセントはアラバマ州ハンツビルを本拠地とする企業データセンター、小中規模ビジネス、ブランチオフィスを対象とする IT インフラ管理ソリューションのプロバイダーである。2009年12月にエマソンエレクトリックの参加になり統合的なデータセンターソリューションの提供を推進している。 日本ではアボセントジャパン株式会社として事業を行っている。日本不一シアは世界最大のコントロールバルブレギュレータのメーカーであるフィッシャーコントロールズグループの日本法人である。1969年に株式会社モリア商会との合弁会社として設立。電力、石油生成、石油化学といった各種プラントにおける様々な流体の流量や 圧力などを調整、制御する機器として使用される、コントロールバルブ、レギュレータ、そしてこれらの間の通信を行うフィールドバス等の各種プロセス制御機器を国内外に提供している。エンベデッドコンピューティングパワージャパン株式会社は、エマソンのエンベデッドコンピューティングパワー事業の51%を、プラチナムエクイティ社に売却することになり設立した。 アーティシンエンベデッドテクノロジーズの日本法人。日本に進出していない事業も多々あるが、一部の事業では指定輸入代理店を通じて日本国内で販売している。家電用機器事業参加の家庭用、業務用ディスポーザ及びホットウォーターディスペンサーを扱っているインシンクイレーターや医療用カードや家庭用、医療用シェルフを扱うメトロなどが挙げられる。 二千十四エマーソンアンドサブ・シディア・リーズ、カンサー・リ・デイ・テッド・オペレーティング・リザルツ。ハット・フォーチューン五百二千十五、ハット・フォーチューン・グローバル。五百二千十五。ハット・ワールズ・モースト・アド・マイド。カンパニーズ二千十五。ハット・エマーソン CEO。アゲーン・ネームド・アマン・グザ・ベストインアメリカ二千十四。アニュアル・レポート二千十四。五一。二千十四年度業績結果株式会社椿本。チエイン。 連結子会社の完全子会社化による、称号変更に関する、お知らせ2013.10。25株式会社、椿エマソンの、出資持ち分譲渡に伴う、合弁解消について2014.1。7X エレクトリカル社の、SPX 社保有株式購入に伴う、完全子会社化2013.8。6エンベデッドコンピューティングパワー事業のント売却に、 ついて、プラチナムエクイティ社と合意、エマソンネットワークパワーの組み込みコンピューティング及び、電源事業が、新会社、アーティシンエンベデッドテクノロジーズに2015.630ポートフォリオ再編を発表。ありがとうございます。